頭は誰かね。仲間はいない。名はジンだ。私は椿、馬鎧の染料を売っている。先日馬鎧を手に入れた。酒井忠が使っていたものだ。呪われていると聞いたが。ではそなたが生きている間に頼みたいことがある。酒井家の旗を見たことは？雨風にさらされて色は抜け落ちたがね。今や侍が戦に敗れた地の印にされているだけだ。では収集せねば。古傷を忘れ蒙古との戦に先進すべき時だ。なるほど、仰せの通りだが、あいにく忙しい。代わりに集めてくれぬか。染色を試したい。もちろん礼はしよう。いくつかあるぞ。酒井家の旗を見つけた。侍が息に来た日のことを思い出す。私は兄といた。父母は村の守りをしつらっていて、隠れているよう言われたのだが、私らは抜け出してね。山から海を眺めた。初めは真っ暗だったが、じきに空が白ばむと侍の船が現れて、思わず兄の手を握った。爪で皮膚をえぐるほどに。兄も黙ったままだった。妙だ、幾とせも忘れていたのに。旗を見てよみがえったのだろう。やだね。さあ、この染めはそなたの馬によく合いそうだ。酒井家の旗だ。足らない。もういくつか集めてまた寄ってくれぬか。